株式会社テレビ熊本は熊本県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。通称並びに愛称はひらがなでテレビ熊本としている。コールサインは女子 DTV。1968年10月に設立し、翌1969年4月1日に開局した。 富士テレビ系列局。テレビネットワークは富士テレビの FNNFNS 系列であるが、熊本県民テレビ会局までは日本テレビ系列、熊本朝日放送会局まではテレビ朝日系列とのクロスネット局でもあった。略称の曲は TB 熊本 UHF の頭文字から来ている。略称に UHF の U が作れいは、アナログ放送の親曲が UHF だったテレビ局で、よく見られるが、大抵は U、U のパターンのため、U は唯一のケースである。曲キャラクターとして、曲名にちなみ、1998年より、テレ、熊くんを採用していたが、2019年4月1日より、チャンネル ID と社名にちなんだ、熊八に交代した。 西日本新聞、産経新聞などと親密で、また朝日新聞、読売新聞、毎日新聞も出資している。ラジオ局では、特以外にも、熊本市 TFM のみである。なお、設立発起人の一人で同局のオーナーでもある、河津隆介も、発行済み株式を1割強保有する、大株主として、なお連ねている。2020年1月からのキャッチコピーは、リズム。 特。旧ロゴ富士テレビ系列のリモコンキー ID 地図9、金峰山送信所所用中継局、リモコンキー ID82011 年7月24日、低波時点アナログ中継局の内小国中継局、南阿蘇中継局のみ VHF 派で送信していた。長崎県のケーブルテレビジョン島原では、テレビ熊本のアナログテレビの再送信を行ってきたが、 2011年7月24日のアナログ放送終了をもって同社での再送信も終了した。これでテレビ熊本は熊本県の民放4局の中で唯一県外のケーブルテレビ局による再送信が実施されていないことになる。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展、富士テレビ、日本テレビテレビ朝日のトリプルクロスネット時代には 西日本新聞社と同比率で読売新聞社と朝日新聞社の社長が個人大株主となっていた。1978年3月31日1992年3月31日2003年,年3月31日2015年3月31日男性女性。ありがとうございます。